日本の航空自衛隊でも導入が進められている F-35 戦闘機ですが、アメリカでは何やら問題が起きているのをキャッチしました。今回はこの F-35A 戦闘機に今何が起きているのかを詳しく見ていきます。FE-35 エンジンに深刻な問題ありで、部品調達も問題視されています。日本にも影響はあるでしょう。アメリカのロッキード・マーチン社が手掛ける、いわゆる第5世代戦闘機 F-35 ライトニングには、同国のみならず、日本を含む多数の同盟国や、それに準じる国でも採用が行われており、2021年時点では、最も商業的には成功した機体だろう。F-35 ライトニング2には、陸上の滑走路から運用される空軍仕様の A 型、教習揚陸艦やスキージャンプ式の発艦方式の空母等で運用される B 型、そして、カタパルトを備えた大型空母で運用される C 型の3機種が存在している。アメリカでは、空軍が A 型、海兵隊と海軍が B 型、そして海軍のみが C 型と3機種すべてを調達中だが、日本では最大で A 型を105機、B 型を42機調達するなど、アメリカについて多い数の F-35 ライトニング2の運用国となる予定である。ただし、本国であるアメリカは、当然、他国に先んじて F-35 ライトニング2の配備を進めており、特に、空軍は、2021年には、延べ、280機以上を保有するほどに、その数を増加させてきたが、それに比例して搭載するエンジンの問題が発生している。F-35 ライトニング2が、現在搭載するエンジンは、アメリカのプラット&ドホイットニー社製であり、A、C 型が F-135PW100 エンジン、B 型が短距離離陸、垂直着陸に対応した F-135PW600 エンジンの2本立てで構成されている。F-35 ライトニング2という機体自体が、次々とリリースされる新たなバージョンにアップグレードを施すことで能力を向上させていく形式が採用されているが、直近のブロック4バージョンには、エンジンの強化も必須となるとされる。これは、現行の FE-35 系統のエンジンでは、供給できる電力等が不十分なためで、アメリカ空軍の A 型では、前倒しで、次期戦闘機用のアダプティブエンジンへの換装、その他の国や自国の B、C 型は、F-135 の強化版での対応が見込まれている。ただ、こうしたブロック4バージョンへの対応の前に、既存のアメリカ空軍の A 型の F-135PW100 エンジンにおいては、整備面に深刻な遅れが生じており、たびたび、アメリカ空軍の A 型の稼働率が低下している点が指摘されてきた。その数は、アメリカ空軍が保有する約280機のうち、最大で約40機分にも相当するとも言われ、このままの状態が続けば、稼働率の低下がますます進行してしまい、空軍戦力の維持そのものにも影響を及ぼすと懸念されている。もともと、アメリカ空軍の A 型の F-135PW100 エンジンは、2000時間の稼働ごとに、専用に設置された工場でのメンテナンスを行う計画となっており、配備の時期から逆算して、2020年の中盤以降に、これを大量に受け入れる体制で、工場も準備されていた。専用のメンテナンス工場とはいえ、配置される人材も、経験値を積むことによって、メンテナンス技術を高めることが想定されていたが、予想をはるかに超過する数の A 型の F-135PW100 エンジンが殺到し、大きな遅延が生じてしまったのだ。
これには、A 型の F135PW100 エンジンが、想定よりも早く、内部部品の消耗が進み、工場の人員の持つ、メンテナンス技術では追いつけない事態に陥ったためとも言われており、その結果想定を大きく下回る、メンテナンス数となった模様だ。具体的には、2020年中盤の段階で、計画上では、年間に、60機のメンテナンスを行う想定であったものが、実に、その約4ヘギの1に過ぎない14機しか対応できなかったとされ、大幅な齟齬が生じる結果となってしまったと言える。無論、こうした状況に対し、F-35 ライトニング2のジョイントオフィスプログラムやプラット&ドホイット2社も手をこまねいていたわけではなく、工場の人員を増加させ、メンテナンス技術の向上に取り組んではいた。しかし、タイミングが悪いことに、前年の2019年の終わり頃より、世界中で起こった新型コロナウイルスのパンデミックは、プラット&ドホイット2社の工場と手例外ではなく、メンテナンスの効率化の著しい妨げとなった模様だ。ようやく、2021年に入り、新型コロナウイルスのパンデミックは、ありつつも、工場の効率が向上したゆえか、また、アメリカ以外の海外のオランダやオーストラリア工場も、稼働を開始したことも、寄与したのかペースアップしたとは言われている。プラット&ドホイット2社によれば、2021年に入り、年間約40機のペースで F135PW100 エンジンのメンテナンスは進むようになり、最悪の事態は通り越したというが、それでも当初の60機に比べればまだまだ少ない数である。ただ、これも F135PW100 エンジンは当初の想定よりも乾燥の激しい砂漠地域や逆に湿度の高い地域で使用が重なった場合、内部の損耗が2000時間の想定よりも早く進行してしまい、既存の機体への対策も必須になるという。プラット&ドホイット2社では、既存の機体の F135PW100 エンジンに、これに対する対策を施すには、2030年前後まで時間を要するとの見解を出しており、この問題が根深いことを改めて主張しているかのようだ。個人的にはプラット&ドホイット2社のこうした見解を聞くと、アメリカ軍は2021年8月末に中東のアフガニスタンからは完全に撤退をしたため、少なくとも砂漠地域での稼働、機体数はしばらくは減少するようにも思える。日本の航空自衛隊では2018年末に青森県の三沢基地に A 型の配備を開始したばかりであるため、まだしばらくは F135PW100 エンジンの定期メンテナンスまでには時間的猶予があると思えるが、今後の動向には注意が必要だろう。ことに、ブロック4バージョンへのアップや、プラット&ドホイット2社の有機損の F135PW100 エンジンへの対策、F135 の強化版へ、乾燥などをこれから迎えることになり、その時期には、様々な問題がクリアになっていることを期待したい。しかし、当のアメリカでは、下院から空軍の A 型の運用コストを、2020年の1機約 8.8 億円から2028年までに1機約 4.6 億円に削減する法案が出されており、これがクリアできない場合、調達機数自体を削減するという動きが出ている。プラット&ドホイット2社は、こうした要求に対し、到底実現することは困難だと見さしているようで、F-35 ライトニング 2A 型のエンジンをめぐる問題は、そう簡単に収束しないと見るのが合理的な解釈だと言えそうだ。2021年の現時点では、アメリカ空軍が調達を予定している
F-35 ライトニング 2A 型は1200機弱と見られているが、運用側の空軍も、先の下院の運用コスト低減案に合意しており、調達機数の削減は回避できない可能性が大きいだろう。近年の兵器開発派遣した F-35 ライトニング2に見られるような、時間の経過とともに、メンテナンスコストも、膨大に増え続ける傾向が顕著であり、日本の次期戦闘機開発にも影を落とさないかと懸念を抱かざるを得ない。ほじくった見方をすれば、アメリカ空軍はすでに第6世代戦闘機の開発を進めており、そのコンセプトは運用コストの上昇を抑えるべく短期間で新型機へとシフトさせるとも言われているので、その調達への切り替えも念頭にあるのかもしれない。